はいどうもこんにちは、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、本日からですねこちらのレジェンド10選手が、出ているということで、ぜひですね引いてほしい選手をね紹介しつつレベル紹介やっていきたいと思いますが、こちらの10選手ですね、まあ、中でも本当にですね GP でベッケンバーガーがね獲得できるということになっておりますし、他の選手もかなり有能な選手が多いので、ぜひ、狙っていただければと思います。ということで早速ですねレベル1能力者の方を見ていきましょう。どうぞ。まずはカーンということで、まあカーンに関してはね本当に言うことがないぐらいのねゴールキーパーかなと思いますけれども、まあぜひですねアイコニックのカーンを持ってない方はぜひレジェンドのねカーン狙っていただければと思いますし、レジェンドでも全然強い能力値持っているかなと思います。で GK 選手キャッチングでディフレクティングが完走しておりますし、後半8の部分だったりここら辺を見てもですね最強クラスのゴールキーパーになっているかなと思います。まあただ唯一ですねこのレジェンドに関しては低弾道のパントキックを持っていないというところは若干ネックの部分であるのかなという印象ですね。プレイスタイル出的時ということになっております。で続きましてベッケンバウアーということで、ベッケンバウアーに関してはですね個人的にセンターバック以外で DMF だったり中盤起用もできるというところは本当にありがたい部分かなと思いますし、能力値自体もかなりバランスが取れている、まあ、高いところでバランスが取れている能力値ですね。まあ、本当にリベルをね体現された選手かなと思いますけども、まあパス系の能力値もかなり高いですし、ドリブル能力もある程度あります。で決定力も87ということで、センターバックが本適性ながら決定力めちゃくちゃ高いですね。個人的にね、来作2021のセルヒオ・ラモスの決定力にも個人的に期待してる部分あるんですけども、スピード瞬発も88で84だったり、ジャンプもフィジカルコンタクトも高く、ディフェンスやボール出しも96ということで、本当にね火がないぐらいのセンターバックになっているかなと思いますけども、ただアグレッシブネスの低さ、ここら辺が若干気になる点かなと思いますが、ただ強いセンターバック、最強クラスのセンターバックになってくるかなと思います。で、コンは8だったり、ここら辺もありがたい部分ですね。で、スキル面で見たも、スルーパスだったり、アウトスマンマーク、インターセプトだったり、そしてアクロバティッククリアということで、個人的にですね、このアクロバティッククリア持ってるというところは本当に評価できる点かなという印象ですね。ですので、まあ、ぜひ、ベッケンバウアー、アイコニックのね、ベッケンバウアー持ってない方は、ぜひこちらの通常のベッケンバウアー、ぜひ獲得必須でお願いしたいぐらい強いセンターバックになっているかなと思います。で続きましてクライファートということで、クライファートに関してもまあアイコニックでは出ているんですけども、まあ持ってない方は狙ってみてもいいのかなという印象ですね。この選手に関してはセンターフォワードということで決定力98かなり高いんですけども、得点能力系で言うとオフェンスエースが85ということなので、まあこのオフェンスエースの低さっていうところはかなりネックな部分かなという印象ですね。でヘディングだったりジャンプだったりフィジカルコンタクト、まあここら辺はプレイスタイルもポストプレイヤーですし、フィジカル系まあ空中戦はね、しっかり勝っていけるかなと思います。でまあ左足のね逆足も3-4でしっかり使えるところだったり、コンワン7あるというところは本当に評価できる点かなという印象ですね。でスクリーン面で見た時にやはりポストプレイヤーなので、シュート系をですねミドル無回転ライジングだったり、そしてワンシューもワンパンも持っているということで、まあ、このワンシューワンパン2つ用いているところは本当にありがたい部分かなという印象です。で続きましてルイス・フィーゴということで、フィーゴに関してもですね、まあなかなか出ない印象ではありますね。意外と希少性の高いレジェンドになっているかなと思いますし、あとアイコニックで出てないので、ぜひ通常のね通常というかまあ普通のレジェンドのフィーゴを狙っていただければと思いますが、やはりドリブル能力かなり高いですね。ボールコントロール、ドリブル、ボールキープはで全て90台ありますし、ドリブルに関しては97ということで90台後半あるという形になっております。でグランドパス、フライパスも88、89ということで、パスもしっかりつなげられるかなという印象なんですが、ただですねやはりウイングストライカーということなので、決定力がね82ということで、まあここら辺が若干ネックの部分かなという印象ですね。スピード瞬発は80、88だったり、まあスタミナが89ということで、まあフィジコンもボディコンもね共に80台あるというところはありがたいんですが、まあドリブル能力高いのでボディコントロールね、もう少しあればというところだったのかなという印象です。レベマ総合値は93ということで、スキル面で見た時にもコンカだったりワンシューワンパ、まあワンシューもワンパ持っているというところだったり、あとはパス系のねスキルもかなり多いかなと思いますので、まあこの選手に関してはかなり使用感のいい選手になっているかなという印象ですね。で続きましてチェフト、意外とこのチェフに関してはですね能力値かなり高いというか、使用感がめちゃくちゃいいゴールキーパーなんですよね。特に今ライブアップでね B 固定ですので、コンワン6っていうところもね気にならないかなと思いますので、ぜひ狙っていただければと思うんですが、能力値自体は GK センス、完走、コラプシング、ディフレクティングも完走ということになっております。でキャッチングも98ということなんですが、クリアリングが85なんですよね。まあここかなりネックな部分であるんですけども、身長196センチというところだったり、他の GK 能力はねほとんどまあ完走ということになっておりますので、まあこれ考えても、まあ、使用感のところもかなり考えても、ぜひですね使っていただければという選手になっているかなという印象です。そしてスクリーン低弾道のパントキック持っているというところありがたいですね。プレイスタイル守備的 GK ということになっております。
で続きましてギュリということで、まあ、この選手に関しては獲得必須ではないのかなという印象なんですが、ただですねやはり通常のレジェンドとして、能力者がかなり高いものを持っているかなという印象ですね。まあボールコントロール、ドリブル、ボールキープ、まあドリブル能力は本当に高いですし、オフェンス率89だったりケテル力86ということで、まあゴールライン80代後半あるというところはですね、まあ2列目からの飛び出しの選手ですし、ありがたい部分かなという印象ですね。でスピードは83で瞬発力92となっていますが、スピードが若干ね気になる点ですね。瞬発力は92で90代乗っているんですけども、スピードが83ということで、ここら辺がね、ちょっとネックな部分かなという印象です。でボディコントロールも94あるので、ドリブルかなりできるかなと思いますし、後半6ですね、レベマ総合値は91ということで、スキル面に見た時にもダブルタッチだったりワンシューワンパスルパス、まあこの3つのスキル持っているっていうところは本当にありがたい部分ですね。プレイスタイルに2列目からの飛び出しということになっております。で続きましてジョリカイフということで、この選手に関しては獲得必須かなという印象です。まあ特にですね、ジョリカイフに関しては来作は非搭載という形になっておりますので、黒の OMF のレジェンドの選手とランダム交換となります。そしてレベマでね、交換で戻ってくるので、まあここら辺考えてもぜひ狙っていただければと思いますし、能力値以上にですね、2021に変わるタイミングでですね、この非搭載になるっていうところは本当に大きい部分かなと思いますね。交換先で言うとジーコだったりですね、ロナウジーニョとかもいますし、OMF はね、本当に強い選手多いかなと思いますので、ぜひこのジョルカイフに関しては、非搭載を狙っていただければと。で続きましてデコですね。デコに関してもアイコニック出ているんですけども、まあアイコニックに関してはね、今現在コインでしか獲得できないので、今のうちにレジェンドのデコ狙っていただければと思いますが、このデコに関してはドリブル能力ある程度あって、グランドパス、フライパス94、91、まあパス系のね能力値もかなり高いかなと思いますが、ただですねガチスカ起用というところは少しネックな部分かなというような選手ですね。スキルはワンパスルーパスだったりコンカだったり、まあ有能なスキル多いんですけども、このガチスカっていうところを考えた時に難しいかなという印象です。で続きましてヤンコレルということで、まあヤンコレアだったりヤンコレルだったりね、いろんな呼び方ありますけども、ヤンコレルに関してはね、あの実況者さんをね思い浮かべるところもあるかなと思いますが、この選手に関しては個人的にはね、魅力的な能力値持っているかなという印象なんですよね。全能力値集めたような能力値になっていますし、スーパーサブで202センチなんですよね。まあ本当にあのトラオレをね思い出すような能力値になっていますし、ここにスーパーサブが追加となっておりますので、まあ本当に強い、空中戦ではヤンコレアより上の選手はいないんじゃないかなと思うぐらい本当に強いレジェンドの選手になっているかなと思いますので、ぜひですねこの選手に関しては狙ってみてもいいのかなという印象ですね。で今回ラストはですねリザラスということで、リザラスに関してはまあバランスが取れている能力値はなっているかなと思いますけども、やはり金玉ですし、能力値的に見てもガチスカ起用というところは少しどうなのかなという印象なんですけども、まあスピード瞬発高かったりグランダパス、フライパスのね高さはあるんですが、まあ、そしてねピンポイントクロスだったりインターセプトだったりアクロバティッククリアだったりね、サイドバックのねスキルではかなり豊富なものを持っているんですけども、まあガチスカ起用というところは少し難しいかなという印象の選手ですね。はい、ということで本日はですねこちらの10選手紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ本当にこの中だったらですね、カーンだったりベッケンバウアーだったりジェフ、そしてジョルカイフに関しては非搭載の選手をね狙っていただくために、今回獲得していただければと思いますし、あとはヤンコラーですよね。まあこの選手に関してはねぜひ狙っていただければと思います。ということで本日はここら辺で終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。